佐野海舟の逮捕報道に。森保監督のコメントがこちら。移籍先のマインツも声明を出すなど、事態は大きくなる中、7月20日の町田対横浜 F マリノスの一戦を視察した森保監督が、佐野についてコメントした。サッカーに関わる者としては残念な報道だった。ただ、起こったことの詳細はわからないので、どうコメントしていいのかが正直なところ、代表では招集させてもらいましたけど、普段から見ているわけではないので、どういう生活をしているのかまでは見ていない。いずれにしても、日本代表として招集したことがある選手だし、日本サッカーの勝利に貢献してくれると、思っていた選手なので起こったことは残念です。多くの少年少女に夢を届けないといけない立場、日常生活から自覚を持っていくことが大切だと思うし、私も人としてどう行動していくか、考えないといけない。他にいないか、心配してんだろうな。森保としてもコメントしづらいわな。私生活は、さすがにわからないよな。サッカーに関わるものとして、じゃなくて人として残念な人。付き合う友達は選べよ。サッカー選手の前に一人の男として、最低最悪。犯した罪はあまりにも重く、子供たちに夢を与えるプロ選手ならばこそ、厳しい処罰が必要です。監督のサッカー感にかなうかどうか、チームに貢献しうるかなど、主に選考対象として、佐野を評価する立場なわけだから、彼の逮捕やそれに至った行動について、森保監督の及ぶところではないだろう。もはや、言うことはないですよね。弁解の余地はこれっぽっちもないです。まあ、こういった私生活がわかってたら、読んでないだろうしな、こうコメントせざるを得ないよな。現役の頃の、武田とか北川の遊び方は、上手だったんだなとつくづく思う。